全国1億5000万のプロサクアウトドアライフでラゲッジルームの使い勝手の決め手となるのはリアハッチ下の空間利用だって思う皆さん、こんにちは。アウトドアって言ってもサップしかやらないダンゾンです。納車後3ヶ月で本格サップシーズンに入っていた今年ですが、ラゲッジルーム内の棚作りの他にリアハッチ、バックドアのアレンジを施してサップライフの役に立てたいと考えた構想を実現した内容をここでまとめておきますね。まず見た目的な部分であまりにも味気なく平凡すぎるハッチのインナーパネルをなんとかすんべと思い、これを外します。実は当初の計画ではいかにもアウトドアなイメージを狙って木目の壁紙シートを貼ろうかと着手したんですが、見事失敗。苦肉の策ながらも物置の中に在庫があったオレンジのスプレーでもって塗ったくり、まあかろうじて遊び心は出せました。次にハッチを上げた時にハンガー的な役割をこなせるようにと、このインナーパネルにパイプブラケットを設置しました。ホームセンターのインテリア DIY コーナーで売っているステンレスパイプをちょうど良い長さでカットし、パイプハンガーに仕立てたんですが、2人と1匹分のライジャケを下げておいたりするのにかなり有効利用できました。バンゾン家では着替えの時用にポップアップテントを常備しておおむね事足りてるんですが、例えばウェットスーツの着替えの時なんかに役立てたいと、リアゲートタープを限りなく低コストで作れないか考えました。低コストといえば100均アイテムってことで、使えそうなものを選んでみました。通常はお家の窓の日よけ目的のウィンドウオーニングが100均商品だけど、まあ100円ではないんですが、遮光率も 85% と十分ですので、 180cm×180cm を2枚用意し、これまた100均で買った強力マグネット付きクリップや S 字フックで吊り下げることにし、昔100均で買って持っていたハトメパンチで適当な閉じ穴を増設し、さらに100均で見つけたおもし用の袋に裏庭に転がっていたブロックを入れ、風対策として、ちゃんとしたタープに比べれば多分10分の1程度のコストで簡易リアゲートタープをあつらえることができました。いざ使ってみますと、スペースも決して広くない、風に弱いなど弱点はありますが、年に数回使う程度を差し引いて、我が家では現状これで十分かなと結論付け、今はいつでも使えるように常備してます。ショップ施工のカスタムなら完璧に違いないですが、失敗しながらも安上がりの DIY アレンジなら段階を踏みバージョンアップできる可能性もありますし、まあ楽しくカスタムできていいんじゃないでしょうか。なお作業につきましては皆様自己責任にて施工をお願いいたします。今後もどこに手を出すのか気になるなって思ってくださった方はチャンネル登録していただいて、次のカスタムをお待ちください。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。